グレイン SP 社主催第1回医食同源玄米で健康シンポジウムが12月18日東京ミッドタウンホールで開催されました。シンポジウムは農林水産省令和3年度米需要創造推進事業の一環で、日本人に欠かせない玄米の健康効果について新潟薬科大学大坪健一特任教授らによる講演が行われました。メディカルライス協会渡辺翔理事長はオープニングで、玄米食がいかに健康的で優れているか皆様方に理解していただくシンポジウムです、どうぞ楽しんでくださいと挨拶、玄米食がなぜ欠かせないのか訴えていました。あのメディカルライス協会のキーワードはね、治未病というあのキーワードなんです。未病の段階で病気を治す、それで、まあ、現実に糖尿病高血糖の段階であの高血糖を治してあの糖尿病にならないようにするとかですね、あの血圧が高いのをあのその段階で治すとかっていうのをね目指してるんです。シンポジウムでは大坪健一特任教授が機能性玄米についてと題して、栄養成分、機能成分、グルテンフリーなどについて述べ、この後玄米の将来について江川技術士事務所江川和則所長、高機能玄米とは高機能玄米協会小西洋治代表理事、おむすびの世界を変えると題して株式会社岩井、岩井健二代表取締役らが講演しました。糖尿病になりにくいとか、心臓病になりにくいとか、玄米の効能ですね、で特に今最近では認知症にもなりにくいと、そういった有望なお米が出てきてますので、美味しいということと同時に健康機能にいいと、疾病予防、健康維持ということを目指しています。で特に玄米を中心に皆さんにできるだけたくさん食べていただいて健康を維持増進していただきたい。私どもの掲げている標語は、白米はうまい、玄米はすごい、お米の魅力再発見というテーマにして活動しております。まあ、要は食卓にできるだけお米に関心持ってねということを投げかける団体でございます。で明らかに玄米需要だけは伸びてて、白米が落ちてるという現象が起きてます。会場では玄米を使ったおかきやまんじゅうなどの食品が展示され、珍しい商品が多数並べられていました。今日お持ちしているのはですね、あの玄米を使った米粉パンということで、まあ、28品目アレルギー全部フリーのですね、米粉パンをこれから広めていこうというような取り組みで今やっております。非常にあの糖霜で焼くとですね、外はカリカリで中はそのお米ならではのもちもちっとした甘みも感じられて、玄米の香ばしさも感じられる、まあ、商品になってます。あとプラントベーストフード、こういったものもですね、非常にあのタンパクで植物性でできてますから、非常に健康的にもいいということで、こんなようなものをですね、どんどん広めていきたいと思っております。秋田県あの大潟村で、取れた米、もしくは国内産のお米を加工して製造販売している会社でございます。特別栽培米を使った発芽玄米になっておりまして、鉄分とかビタミンを振りかけた栄養機能食品という形の商品に仕上げていると。主催者であるグレイン SP 末田智明社長にお聞きしました。お米の需要が減っている中で、まあ、お米の新たな需要を作っていこうと、そういう事業の一環で始めた事業でございます。栄養士の関係の方から米の生産者、流通業者、あとは行政、マスコミも大変反響があって驚いています。